にちは、しんやです。今日もですね、前回の続きでこちらのリングを作っていきたいと思います。かなり僕にとっては理想の形に近づいてきたんですけども、一つですね、ちょっと問題が発生しまして、ちょっとこちらの写真を見てもらってもいいですか。うちのスタッフにつけてもらっているんですが、この指のですね、奥まで通した時に、この指の幅に対するこのリングのこの横幅がちょっと大きかったかなと思って、それをちょっと今回はですね、改善するっていうのをやっていきたいと思います。一応作戦としては、この上と下をちょん切ってつなぎ直す、でこの横幅をですね、ちょっと狭めるっていう作戦なんですが、この子でちょっとそれをやるのではなく、これのコピーを作って、こっちのコピーの方でその作業をちょっとやっていきたいと思います。でコピーを作るためにですね、じゃん、ゴム型を作ってもらってきました。一応このリングをですね、固定した状態で液体のゴムを流し込んで固まるまで待つ。でここをちょん切るとこのゴム型が出来上がるんですが、このゴム型にですね、ワックスを流し込みます。ここから、前はちょっとこういう硬さのあるワックスだったんですけども、まあ、これも熱を入れると溶けるんですが、もっとねサラサラになる流しやすいタイプのワックスがありまして、それをここから流し込みます。そうするとじゃーん、ワックスでコピーが取れました。まあ、厳密に言うとですね、ちょっとサイズ感は微妙に違うんですけども、まあでもほぼですね同じものが作れちゃうんですよ。すごいですよね。まあ、なのでちょっとこれはもしものために取っておいてですね、こっちで今回はその作業をやっていきたいと思います。前回前々回と作業動画になるんですが、皆さん楽しんでいただけてるでしょうか。どういった風景が楽しいのかなとか一応考えながら撮ってはいるんですけども、結構一人で撮って作業して撮って作業してって結構大変ででもだんだん楽しくなってきたので、もうちょっと頻度を上げてアップしていけたらいいなと今は思ってます。ちょっと何かあればぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。コメントもね、しっかり返せるように、だんだん返信の仕方が分かってきたので、すいません返せてない方ちゃんと返します。ちょっとここをね切っていく作業から今日もやっていきたいと思いますので、またよかったら最後まで見ていってください。一応つなぎ直しました。ここのね、こ
ここにちょっとつなぎ目があるんですけども、これはまたシルバーになってから綺麗にね整えたいと思います。一応こちらが元のサイズなんですが、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、このぐらいかなりですね、何センチぐらいだろう、まあ、1センチはいかないぐらいですけど、長さを調節したっていう感じですね。これをまたちょっとシルバーに変えてきますので、ちょっとお待ちください。お待たせしました。じゃん、これがさっきまでワックスだったやつです。一応こっちが最初に作っていた方で、微妙になんですがこの下の方がこの横幅がちょっと短くなってるのが微妙にですけどね、わかりますかね。あとは全部一緒です。でワックスをシルバーにするために、シルバーを流す通り道がこことここについちゃってるので、これを取ります。あとこのですねワックスを長さを変えた部分が少し段差になってるので、ここをまた直して、でここの横幅が縮まった分ですね、ここからここまでのこの曲線とかこの太さのバランスがまた少し崩れたので、そこをちょっと納得いくまで削り直して、ほぼほぼ完成という形になるんじゃないかなと思います。ちょっとまたその作業をやっていきます。イメージに近いデザインになってきました。サイズ感もちょうど良さそうな気がします。こっちが最初に作ってた方で、こう見るとここの幅分ですね、こっち側に作った新しいやつが狭くなってるのが分かるかなと思います。ちょっと削っていくうちに何箇所か改善できそうなところがあったので、もう少しですね削り込んで見てみました。あとはですね、ちょっとこのリング自体が指2本に通すという少し特殊な方の部類に入るデザインなので、ここのですね丸が必ずしも深淵である必要はないと思ってます。深淵を重視するよりもですね、この通した時の装着感とか違和感のなさとか、そっちの方が僕は重要だと思っているので、必ずしも深淵である必要はないんですが、サイズを表記したりですね、クオリティをより高めるためにある程度は深淵を出そうかなと思っております。そしてそれに使う道具がこれなんですが、めちゃくちゃ硬い材質でできている、だんだんとですね太さが先端に行くに従って細くなっている棒なんですけど、一応これにですね数字でサイズが記載されてます。これはリングのサイズの数字なんですが、ここにですね通します。でシルバーよりも全然硬い多分素材なので、この状態で、まあ、傷がつきづらいような先端、
ラスチックみたいなものでできたハンマーでこれを叩きます。トン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 叩いていくと、このシルバーがこっちのね深淵のものにこう沿うような形で深淵を作りますっていう道具なんですけど、ちょっとこれでこっちとこっちとある程度狙ったサイズで深淵を作るっていうところで、ほぼほぼこのデザインの形は出来上がるかなっていうイメージです。ちょっと続きをやっていきますね。完成いたしました。こんな感じです。最初に作ったモデルよりもですね、このくびれの部分を細くしてこの曲線を強調させてみました。それに合わせてこの小指の部分ですね、この部分を一回り小さくして、あとは握り込んだ時に違和感があったこの内側の部分をさらにですねちょっと細くして、もう一段階装着感をアップさせてみました。これでまたうちのスタッフにつけてもらって、問題がなければほぼほぼ僕の思い描いていたデザインが完成したことになります。あとさっき叩いて深淵を出してたと思うんですけども、あれがちょっと斜めの状態で叩いてたのは、この指を通した時にですね、最後この手のひらの角度に合わせてちょっと斜めになるかなと思って、なのでこの状態で叩いてました。完成したこれがですね、そのままお客様の元に届くわけではなくて、これはですねこのモデルのマスターとして僕が大切に保管することになります。このまま問題がなく進めばなんですが、この内側にですね僕のブランドのロゴと、一応この作品はシルバーでしか作る予定がないので、シルバーの刻印をレーザーでですね打ちます。でこの間みたいにこれのゴム型を作ります。でここからまたワックスを流し込んで、固まったワックスを取り出す。でこのワックスをまたですねキャストっていう方法を使ってシルバーに作り替えます。でこっちをですねピカピカに磨いてお客様に提供するっていう流れになってます。一応このままですねこの流れがうまく進めば、次の動画で4本目になると思うんですけど、それでこのモデルの動画は最後にしようかなと思ってます。その4本目の動画ではこのマスターから複製されたこの状態のもの、これをピカピカに磨いてですね、最終的な完成形までを動画に撮れたらと思ってます。それがもう直接お客様のもとに届けることのできるようなクオリティのもの、その動画を最後に1本作れたらなと一応今のところ予定しております。地味な作業工程ばっかりでちょっと退屈だったかもしれないんですけど、僕もですねこんなに地味なことばっかりだったんだなって改めてですね気づかされました。もうちょっと見応えのあるですね動画を撮れるように工夫してやっていきますので、またですね次回も動画見ていただけるととっても嬉しいです。今日もですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。